今乗っている車に愛着はありますか？視聴者の皆様は車好きの方が多いと思うので、おそらく多くの方が、はい、と答えられると思います。車なんてただの移動手段だよ、という方でも、多少の思い入れや愛着があるのではないでしょうか。車は、移動することを目的とした道具、耐久消費財です。しかし、同じ耐久消費財である家電製品、冷蔵庫や洗濯機に、車と同じような思い入れや愛着のある方は、そう多くはないでしょう。車は単なる耐久消費財を超え、趣味ステータスの対象となったり、所有することそのものが、目的になることさえあります。そして、そんな方々の中には、愛車に惚れ込み、この車以外に乗り換えるなんて考えられない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。長く一台の車に乗り続けようとすると、愛車の維持についての問題に直面します。すなわち、補修用の部品が出ない、という問題です。今回は、そんな愛車を大切にするオーナーに寄り添った、一つの事例を紹介したいと思います。というわけで、今回はマツダが力を入れている、名車復活の事業についてご紹介します。今回は前置きが長かったな。で、それはどんな事業なんだ？クラシックマツダ、という事業で、現存する NA ロードスターを、新車当時の品質に蘇らせる NA ロードスターレストアサービス、や、RX7 の復刻部品の生産を手掛けているわ。今回はその中でも、NA ロードスターのレストアサービスについて、取り上げたいと思います。よろしく頼むぜ。さて、まずはこの NA ロードスターが何かというと、マツダが1989年から1998年に販売していた、ツーシーターのスポーツカーね。これは有名な車だよな。スポーツカーとしては大ヒットを記録し、トヨタの MRS や、ホンダの S2000 だけでなく、世界中のメーカーに影響を与え、消えかけていたライトウェイトスポーツカーの市場を復活させた、名車中の名車と言えるわね。で、ロードスターの解説は、またいずれやるとして、初代の発売開始から30年以上が経ち、経年劣化が目立つ時期となってきた。普通の人は、一台の車を30年も乗らないよな。これだけ乗り続ける人は、よっぽどその車に愛着のある人なんだろうな。そういうユーザーにとって、愛車は単なる耐久消費財ではなく、長年の思い出や感情を投影する存在となるわ。マツダはそれを、感情的価値、と呼んでいる。そして彼らは、自分の愛車が壊れたら他の車に買い替えればよい、とは思っていない。仮に自分の車よりも程度の良い同型車でさえ、代わりにはならない。メーカーから見れば、もはや競合する製品はないし、このようなユーザーは手に入れたいと思っても簡単には手に入らない、実に貴重な財産なのよ。それで、こういったユーザー向けのビジネスを始めたんだな。そう。マツダとしては、ユーザーとのつながりを大切にしつつ、新車販売だけに頼らないビジネスモデルを目指して、模索しているのね。オーナーにとっては、製造元のメーカーがレストアしてくれるんだから、こんなに心強いサービスはないだろうな。そうね。製造した車のことは、メーカー自身が一番よくわかっているからね。しかし、レストアをビジネスにすることは、そう簡単なことではないわ。そうなのか？メーカーなら、当時の図面とか金型なんかも、残っているんじゃないのか？このレストアサービスに申し込むオーナーは、自分の愛車に愛着を持っている人たち。つまり、最も重視するのは愛着であり、レストア後のハードを提供するのは、その愛着を満足させるためなのよ。だから、単に新しい部品を提供すれば終わり、ではなく、新車時代に感じた品質を再現できる車でなければ、意味がないわ。なるほど。交換対象の部品を寸分たがわず作ることが目的じゃないんだな。受け取り手のユーザーが満足する品質じゃないと、意味がないと。そう。それは、図面が残っているからといっても、簡単なことではないわ。例えばホロ。NA ロードスターのホロは、全体を開閉できるのに加え、ファスナーで一部だけを開けられる、特徴的なものになっている。当時の材料を使って同じ形状で作れば、色ツヤなんかも同じように再現できると思うけど。ところが当時のホロは、材料である塩化ビニール、PVC の製造工程で有害物質が出ていたため、
現在の基準では製造できなくなっていた。あらら。そこで、新しい PVC を米国で探し出して、それを使うことにしたわ。しかし、当時と異なる材料なので、耐久試験を最初からやり直した。そうか。そもそも当時と同じ材料が、手に入らないということもあるのか。しかし、たかがホロと言ったら怒られそうだけど、そこまでやる必要があるのか。昔のものを今の技術で作るのは、大変なんだな。タイヤの復刻にも苦労があったわ。レストアに当たって、新車時のタイヤ、SF32 を復刻することになり、当時のメーカーであるブリヂストンが、協力したいと手を挙げた。ところが、金型などの生産設備は、残っていなかったわ。金型がないと作れないじゃん。幸い、マツダミュージアムの展示車両に、ほぼ新品の SF32 が付いていたので、トレッドパターンは、それを 3D スキャナーで測定して、形状を再現したわ。でも、これも同じ形を再現するだけじゃ、ダメなんだろ？そう。形を同じにしたところで、当時とは材料も構造も異なっているので、新車と同じ乗り味にはならない。また、グリップなどの性能を上げることもできたんだけど、新車当時の乗り味にこだわって、開発したそうよ。ふむふむ。一方、アルミホイールも復刻されたんだけど、こちらは性能を向上させているわ。形状は、タイヤと同様に 3D 計測し、ショットブラスト処理を調整して、新車当時の質感を再現した。ただし、鋳造技術が向上しているので、同じ形状で作ると当時よりも強度が増すのね。ということは、新車当時よりも頑丈なホイールを作ることにしたのか？いえ、当時よりも軽いホイールを作ることにしたわ。もちろん、当時と同じ強度は確保した上で。ホイールが軽くなることで、バネした重量が減るため、乗り心地の改善が期待できるわ。タイヤのグリップ向上は、ユーザーにとっての価値にならないけど、軽いアルミホイールは、歓迎するユーザーが多いと判断したんだな。レストアするとなると、ボディの塗装もやり直すことになるわよね。塗装も当時のものを再現しつつ、質感を高めているわ。具体的には？まず、オリジナルの塗料は現存していないので、色見本を元に塗料メーカーと共同で塗料を調合した。最新の塗料は水性なんだけど、レストアサービスでは、新車当時と同じ油性の塗料を使っているわ。で、メーカーで塗装する以上、塗膜の品質、つまり密着性や耐候性、高度などは、新車時と同等以上を確保しなければならない。塗装は見た目に与える印象以上に、ボディの鉄板を守る役目があるから、生半可なものじゃダメだもんな。新開発の塗料だったので、品質確認作業を最初からやる必要があり、時間がかかって大変だったそうよ。それから、新車当時にはなかったクリアコートを施すことで、より深いツヤを出しているわ。磨きも加えて、新車以上の質感を出しているそうよ。へえ。確かに、レストア後の写真を見たらツヤツヤだ。レストアに出した愛車が、これだけ綺麗になって帰ってきたら、嬉しいだろうな。ここまで主に外装の話だったけど、内装もレストアされるわ。まあ、直接人が手を触れる部分だし、外装ほどじゃないけど相応に痛むもんな。特にシートは、ドライバーの体重を受け止めるので、へたったり破れたりしてくるわね。当初はシートを丸ごと再生産する案もあったんだけど、コスト面や材料の確保が難しく、張り替えになったそうよ。ただし、シートカバーを丸ごと作り直して被せ直すことは、断念せざるを得なかった。なんで？新車から20年、30年と経過したシートは、クッションのへたり具合が個体によってバラバラで、とても形が合わなかったそうよ。担当者曰く、とてもマツダが作ったとは思えない、貧相な仕上がりになった、とのこと。なるほど。言われてみれば、確かにそうだな。結局、個別に対応することになった。必要な箇所にクッションの補修を施し、その形に合わせてシートカバー用の革を裁断し、ぴったりと貼り替えているそうよ。これはこれで手間だな。レストア事業が軌道に乗れば、シート丸ごと作り直した方が良いように思えるけど。そのあたりどうするかは、今後の判断になるんじゃないかしら。そうだな。最後に、機関類。エンジンは分解清掃されるんだけど、ただ綺麗にして組み直すのではなく、
4つあるピストンとコンロットの質量をそれぞれ測定し、合計質量の差が最小になるように、組み直されているわ。それって新車として組み立てられた時、すでに管理されてるんじゃないの？もちろん新車製造時にも、質量差が数グラム程度の交差に入るよう、管理はされていたわ。しかし交差内でも、ピストンとコンロットが、重めのペアと軽めのペアがあれば、組み替えた方が、合計質量の差が小さくなる。そうすると、振動が小さくなるメリットがあるわ。数グラムでそんなに変わるのか？実際のレストアでは、5.4 グラムあった差が、1.4 グラムまで縮まった例もあるわ。ここまで変わると、エンジンをレッドゾーンまで回した際の振動は、明らかに小さくなるそうよ。へえ。細かいチューニングも、侮れないんだな。その他、サスペンションの調整、具体的には、トーインやキャンバー。キャスターは、左右で差がないように、ぴったり合わせられるのはもちろん。パワーウィンドウが左右同じ速度で昇降するよう、グリス量を調整するなど、実に細かく手が加えられているわ。マツダのこだわりというか、製造元としてのプライドを感じる仕事ぶりだな。さて、この NA ロードスターレストアサービス。2017年の開始から、50件以上の申し込みを集め、2021年8月時点で、9台目のレストアが完了しようとしているそうよ。気になるお値段は、254万7千円から約500万円までと、決して安くはない。なんなら、程度のいい中古車が買えそうな値段だな。一台一台個別の検査から始まり、分解清掃、先に説明した内容のレストアを施すわけだから、これぐらいの金額は必要になるでしょうね。本当は基本メニューを200万円からにしたかったが、どうしても250万円になってしまった。と、担当者は語っているわ。でも、ユーザーとしては、感情的価値を大切にしてくれるメーカーの存在は心強いな。いつまでも大切に乗れるという、一種のお墨付きをもらったようなものだし。そうね。そして、この NA ロードスターレストアサービスは、未だ根強い人気を誇る NA ロードスターだからできたこととはいえ、メーカーがユーザーを大切にする気持ちがないと、実現しなかったプロジェクトよね。絶版車のユーザーも無視せず、古くなった車の文化的価値を大切にすることが、メーカーのブランド価値を上げることにもつながると思うわ。マツダが模索している、新車販売に頼らないビジネスモデルにつながるし、ロードスターみたいな車のオーナーは、足車として、もう一台マツダ車を買ってくれる可能性もあるだろうからな。回り回って好循環につながれば、みんなハッピーだよな。日本には、古い車を大切に乗り続ける文化が、なかなか根付かないと言われるけど、マツダの取り組みが、日本の車文化に一石を投じてくれることを期待したいわね。だな。皆様、今回の解説はいかがだったでしょうか？よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンや、コメントをいただけると嬉しいです。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。